ございます。 AM テクニカル分析です。 Forex TV ジャパンの長木がお送りします。朝のこの時間はチャートを使ったテクニカル分析で前日の値動きの復習と今日の東京マーケットの動きを予測します。それではアセンダントの山中さん、よろしくお願いいたします。おはようございます。昨日もあまり目立った動きはありませんでした。ほぼ一昨日のレンジと重なる動きの中で、ややドルが堅調な動きだったと、いうことができると思います。今アメリカの方では金融安定化法案、議会で、審議継続中と、いうこともありますので、基本的に大きく動きにくい状況というふうに考えられます。チャートもですね、あまり目立った変化はありません。ドル円のチャートをご覧ください。ドル円はですね、昨日、東京で見ると一昨日のニューヨークということになるわけですけれども、バフェット氏がゴールドマン優先株に投資するというニュースを受けて、昨日は東京市場からじりじりとドル高、円安の基調をたどったわけなんですけれども、昨日も値幅は狭くてですね、一昨日同様に約1円ぐらいの値幅と、9月にしては非常に狭い値幅でした。揉み合いの中心としてはこの転換線、青い線が105円の79銭のところにありますけれども、ここを中心に揉み合いということで、本日もですね、流れ自体には大きな変化がないということで、この、転換線を揉み合いの中心とする状況は続くと思います。レンジとしましては、105円の40銭レベルがサポート、106円の40銭レベルがレジスタンスとする流れだと思うんですけれども、ただ昨日、おとといとですね、2日ほど狭いレンジでの取引が続いてますので、こういう動きがですね、続くと、急に動いたりとかいうこともあるかもしれませんので、その点だけは十分に注意しておいた方がいいかと思います。以上です。山中さん、ありがとうございました。以上、AM テクニカル分析を終わります。次の放送は午後の FX フラッシュです。以上、 Forex TV ジャパンの長木がお送りしました。